はいどうも、箱ガエルジャッジアイズ死神の遺言ってことで、前回引き続き今回はハクチューム終わりのフィクサーやっていきたいと思います。11時間41分かかってますね。でね、だんだん雑魚的っていうか街の敵も強くなってきたですよで、なんかね、強敵とかも現れだして結構辛い。モグラの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から矢上を破滅させた3年前の事件が蘇る。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、矢上の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。チャプター6フィクサー。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。矢上さん、どうします？お断りします。何？ではそういうことですので、お引き取りを。大ごとにしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでる。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何もないんだろ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。こいつ刑事のなりじゃないよな。まあ、探偵じゃないなりのやつが矢上の横にいつもおんねんけど。その前に長野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから長野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、矢上さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど、それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所？さあな。それより今は正野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。受付ね。なんかゲームのコントローラー持ったの久々かもしれない。いらっしゃいませ。あの、さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの正野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるところ？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。了解が取れればか。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。
あ、なら悪いからいいです。木戸さんさっき忙しくしてたからそうなるね。また出直します。いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんね。でも一応ショーノの居場所は分かったな。ええ、案内掲示板か何かあれば。案内掲示板ね。あ、あれや、正面にあります。現在時間もね。怪しいな。何何？これは地下駐車場。3年前。違う。地下駐車場。あ、ここね。ここ。地下駐車場。何や、3年前の。これは。あ、屋上から出れるってこと？センター長室ね、ここ。やりにくいな、なんか。何？歩いてたかんの？怪しいな。開発研究と受付の人、異常タンパク質のフロアとかいる。この掲示板、異常タンパク質のフロア、あれ、センター、なんだ、ゲート、あ、そうね、これでもいいの？あの、すみません。なんだ？何か？こちらの女性がショーノのスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私がショーノのところへご案内しますが。わお、いいんですか？ええ、ぜひお願いします。よかった、今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。後で木戸に怒られるな、この人。ではこちらへ。どうも助かります。あ、ごめんなさい。八神と言います。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。あ、別に。あ、話飛ばしたが、橋本さんはここではどういう？アドデック9の開発ユニット所属です。そのユニットリーダーが塩野で、私は一番下っ端ですね。そういえば、アドデック9ってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデック9か。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドデック9は期待されているんですよね。アルツハイマーを治せるって。ええ、日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。2012年、そんなに。これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると2050年の認知症患者は1億3500万人。つまりアドデック9が救おうとしているのは全世界の未来なんです。僕らさっき木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こら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 、
こういうところに、あちらに小野が、こんな感じで入っていっていいか。じゃあ私はこれで。小野に話しかける。小野さん。八神さん、なんでどうやってここに。少しだけお話を伺いたいんです。いや困りますよ、センター長は知らないですよね。どうされました。誰ですか。一ノ瀬さん。いやその小野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんたさっきロビーで見たの。私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドデックナインへの政治的な支援をしています。厚労省ね。一ノ瀬カオル。木戸さんはあんたを事務次官と。庄野さんが迷惑がられてます。お引き取りは。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違いますよ。なるほど。庄野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷はなんであなた宛に電話したんです。だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りください。センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。センター長が怖いのか。あとデックナインで大金が動いてる。カムロ町の殺人はご存知か。ご存知か。ご存知か。新谷弁護士は殺された後、犯人の手で両目をえぐられていました。それ以前にもカムロ町で似たような事件が3件起きています。庄野さんはその事件のことを知っていますよ。もちろんニュースで見ました。それでも新谷から電話を受けた心当たりは。本当に何もない。ありませんよ。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ。センター長、もう帰ったんじゃなかったのか。こそこそ何をやっている。新谷からの電話について話を。庄野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣。厚労省の。ああ、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。なんか難しい話になってきたな。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの庄野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどうのって話は最近カムロ町でも聞いた。はい。いつだったあれは。誰と話した時に厚労大臣の名前が。誰と話した時。厚労大臣誰やろ。綾部。そんな話出てきたっけ。綾部の真冬も一回しか出てへんしな。源田先生はそういう話してへんし、多分綾部やと思うんだけど。綾部からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を。合ってました。確か初めは
なんで関西の教令会が神室町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい、うんうん、でこの梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。その交渉相手の一人が厚生労働省の風見大臣。はあ、けど都市開発だったら国土交通省とかじゃねえ。厚労大臣なんてお門違いだろ。何を根回しすることがある。確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね。厚労大臣の名前がちょくちょく出てくるのはただの偶然か、それとも。わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん、梶平だ。あ、杉浦さんですよ。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。なるほどね。あ、なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの。ああ、杉浦の方で何か探るつては。どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる。何か分かったら電話するから。僕は一旦事務所に戻りますね。沙織さんからメールが来てました。今服部って記者が押しかけてきてるそうなんで。あいつか。八神さんに取材したいって。え、新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。僕が代わりに追っ払っておきますよ。星野君は源田事務所の次期エースだな。いや、いいですよそういうのは。本当に。ん、僕期待されたり責任重いの嫌なんで。だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるなって。じゃあいつ独り立ちするんだ。ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手でい続けたいんです。一流の2番手か。それじゃ。まあ夜は杉浦の連絡があるのでしばらく待ちだな。待ちか。ちょっとごめんなさい、コントローラーの掃除をしてたらちょっと。はい、オッケー。あ、まだ。あ、なんや。すいません。スーツの男性、あのちょっといいですか。ん、藤森進む。かわいい名刺そうな、なんか垂れてるけど。投資にご興味ね、怪しそうなタイプ。フレンドイベントか。え、そういうのはもっと金持ってそうな人。クラウドファンディングってご存知ですか。ネット上で世界中の人から、資金提供を募る方法で、ここ数年ではとてもメジャーなんです。それをもっと手軽に行うために用意したのがこのクラウドカンパアプリ。クラウドカンパアプリね。なるほどね。簡単そうに食えるけど結構お金がかかるんでしょ。またまたお高いんでしょ。なるほどね、少額でも構わない。うん、
商品が送られてきたり新しい施設が利用できるようになったり。なるほどね。こういう人って結構おるよな、実際にも。クラウドカンパアプリね、使ってみましょう今度。はい。ポーズメニュー、クラウドカンパアプリが追加されました。どんなもんがあるかちょっと見てみる。ついでにスキルを3000溜まってんのか。体力を上げといた方がいいな。上げましょう。で、バトルアプリね。なんかいいのないんかな。この辺とか絶対使いこなせてないからな。気絶ね。ないね。クラウドカンパアプリ。精神心集中の術。あ、これいいね。第9ガイドブック、ハグクーム。 あとはもうこの辺ね。あ、めっちゃカンパしちゃった。わーい、6万2000円もカンパしちゃったよ。あ、そういう感じか。もっとやっとこう。わあは、よし。今お金あり余ってるんで、これどっか行かなあかんかね。これどこ、あれ。じゃあとりあえずちょっと事務所戻れんのかな。事務所まだ、あ、ごめんなさい。悪いことしたら謝らないと。届いて、あ、違う、届いてるはず。違う、いらない、そういうのは。下品同盟倒したからね。赤色？ルーレットか？違うの。何ですか、それ。あ、素材か。もうない、もうない。なんや、意外としょうもなかったな、ホンダ。倒したの。連絡を待つのは待つねんけど。もう行かなあかんところがあるらしい。から、そっちに向かいます。カーボンが落ちてた。何この辺のこの謎の赤いエリア。あ、いや、こんなとこにおったんや。気づかんかった。チンピラか思った。ん？仲が良さそうだけど。よ、ターボ。あ、ダチ。中学校の時のダチか。よく話してた、ターボ。アダチエステート代表取締役。証拠。そうなんだ。ターボ。
これから足立と飲む予定なんだが、お前も一瞬どうだ。え、今から？テンダー行くんかい。お前毎回よな、名前忘れたけど。マリネ。足立は中学校の時から頭良くて成績は学年で一番っぽいよな。で、一番悪いのが海藤やな。いや、どうでしょうね。喧嘩っ早かったんで。不良同士やったんや。なるほどね、よくあるタイプ。カイト、借りてもいいですか？うん？ほう。実はですね、用心棒を頼みたいか。おう。不動産業やってるんやん。中室町には厄介なやつが多いな。新参者には風当たりが強くて。そういう連中から守ってほしい。矢部さん、手を煩わせませんよ。はい。俺は構わねえが、足立、知り合いだからと報酬はあげる。1日8万か、でっかいな。はい、でっかいかな。まあ確実に何かが起こると考えたら安いのか、こんなもんか。カイト、相棒。熱いな、お前ら。ん、サイドケースか。サイドケース、なんちゅう顔してんの。あやさんの会社は名刺に書いてあったし、あとで仕事ぶりでも見に行ってみるか。色っぽく見えてきたよな。色っぽく見えすぎてしまった。椅子を倒しすぎた。なんか椅子がキノコに見えてきた。よし、仕事ぶり見に行こう。あ、これメインストーリーじゃない。でも展開地って言ってたよな。こうか。ちゃうな。こんばんワイフ。こんばんワイフ。あれ、展開地通り出てなかったっけ？名刺。
名刺。え、どこ行った名刺。あれ、名刺どこ行った。あ、ケースファイル。あ、ケースファイルなのか。あれ、これか。え、どこに行けばいいの。天海地通り裏、天海地通り裏、こっちやろ。仕事ぶりを確認すると言われましても。体力ゲージ結構上がってんの。ああ、もうやっとるやないか。ああ。クソみてえな因縁つけてきやがって、とっつうせなって、つって。なんで全員こけそうなんで。ん？なんすかあれ、ヤクザ？あ？びっくりした。なんか避難勧告が来るって言うてたな、訓練。あ、そうなんだ、俺の地域が地域がもろバレかん。多分そうだろう、あの不動産屋は黒い噂もある。役者がいてもおかしくね。あくまで噂のあくまでって、あのあくまであくまでの噂、あくまで噂っていうあくまでってああいう字なんや。脅迫まがいの交渉で土地を強引に買い取ってるとか。無視できない噂だな、確かに。あぼう、うん、お、海藤さん、足立さんとの仕事はどう？特にトラブってない？トラブってたよ今。ちょっと気になる噂を聞いて。海藤。おう。仕事は終わりで飲みに行こうぜ。どうも。おう。腹が減っちったよ。せやな、確かに気になるところ。情報探しか。たまり場といえば、たまり場といえばどこや。たまり場ってどこなるの。なんです。あ、今日一回も戦ってへんかったな。あ、なんか落ちてる。何これ、綺麗なバチンコ玉。あ、なんか強っ。灰皿。ったく、時間食っちゃったよ。時間食っちったよ。3000円かよ。で、どこ行けばいいんや。アダチエステート…む？どこ行けばいいんだ。
や、よう喧嘩売られんな、今日。凍らせてもらう。あ、絶対死ぬで、あれ。あれは。あんな絶対したらあかん。テンダーに行けばいいのか。なんだ。仕方ねえな。はい、自転車強い。しばらく寝とけって。あ、取れんかった。テンダーに来てみました。マスターとかよくテンダー来てるっぽいからさ。なあ、最近カイトーさんがよくここに来てない。おう。あ、友達らしき人と二人で来てるよ。アダチエステート。アダチエステートだって。もうやっぱなんかあんねんな。悪評はよく聞く。ヤクザ顔負けの強引な土地買収、あれでトラブル続きらしいぞと。え？おう。脅しや嫌がらせやらひでえ手口で土地を買収しまくってるって話。うちにも強引な営業が来たことがある。ヤクザみたいなチンピラだったのか。ターボー、おい、ターボ、カイトさんそんなやつ釣るんのか、大丈夫なのか。確かにね。もしもし。でもカイトさんも暑いからな、そんなこと言って通じる相手じゃなさそうやねんな。どこに入れてた。アダチエステとか。もしもし、あなた。あれ、あれ、もしもし、今そこに絶対アイテムあったやんな。この辺かった。あったあった。あぼ、話とは。いや、いない方が好都合かな。おう。足立さんのことで気になる話を聞いたもんだから、カイターさんの耳にも入れておこうと思った。裏が取れたわけではないんだけど、足立さんの会社悪質なやり口で有名らしいよ。一応気をつけていた方がいいんじゃない。わざわざ中国に来たのか。あいつのことはよく分かってしまった。ほらな、熱いんだこいつは。おう。せやな、もうちょっと調べてみる。まあ、寛大に寛大。あ、痛いな。敵はでも硬いな。
あ、やめて。硬いな。ガード硬いな。敵のガードが硬いと感じたら、まあ、投げやらアイテムを使えと。分かっとるわそんなこと。遠い、地味に遠い。よう喧嘩売られる。あ、やばいやばいやばい。あ、硬い硬い硬い。あ、硬い。ああ。だが時間食っちゃったよ。あ、ここめっちゃ落ちてるやん。ネジ、ネジ。あ、アルミニウム。まだなんか落ちてる。いや、めっちゃ落ちてんな。でもこういうの集めていかなあかんねんもんな。ここにおんのかな。もうチンピラ。今日もダメだったか。そもそも店が客を選ぶ、どういうこと、どういうことや。ん、どうする？あいつに話を聞く？いた。あいつのとこ片着の人間には見えないな。確かに。近づいて話を探る。変装ね。さあ、変装するにしてもこんな、これでちょっと入ってくるのまずいからな。張り込みスタイルか。バレぬようにってどうしたの。あ、普通に見たらいいの。喋ってんの。え、こっちに。あ、聞こえてくる。あの土地だけは何があっても手に入れたい。何これ、なんて読むか分からへん。なんちゃら組のやつらに渡すんじゃねえぞ。そのための回答です。手ごまい打てるぞ。あいつが俺たちに加われば連中も歯が立たないでしょ。問題はあの頑固な地主が素直に買い取らせてくれるってこと。あ、めっちゃ可愛いじゃねえか。大学生になったばかりの地主の娘さんです。おお、なるほど。え、お前まさか。欲望を持て余した部下に襲わせて写真の一枚でも撮れば有効な交渉のカードになる。黒いなお前。そろそろ約束の時間ですね。カイトのやつが来るんで失礼します。真っ暗いな、確かに。なんて、カイトは暑いから何言っても信じひんねんな、きっと。となるとここに来てカイトとバトルっていう可能性が出てくるからな。この龍が如くシリーズの流れとしたら。ちょっと時間いいか。あ、もう今度はなんだよカイト。
ヤガミさん、ちょうどいい役者も揃ったことだし、はっきりさせようじゃないか。おう、どういうつもりだ。カイトさん、例の足立の悪い噂、やっぱりただの噂じゃなかったみたいだよ。また足立のこと探ってたのかよ。あんたが足立を信じてるからだろう。だけどこの男はあんたが思うようなやつじゃない。とぼけて思うな。会話全部聞かせてもらった。お目当ての土地を手に入れてもら、手に入れるために地主の娘さんを襲わせるつもり。そこで撮影した写真を脅迫に使うって話だよな。勘違いでは。やれやれ、困ったな。八神さんに誤解されちまったみたいだ。だがカイト、お前俺のことよく知ってるはずだ。俺がそんなひどいやつだと思うか。相棒、おう。え、ほらな。相棒、こいつは俺の問題だった。カイト、おう。あ、ほらもうこの感じは絶対始まる。口を出すな。怪盗は強そうやな。いや、バトルなりそうやけど、なるか。なるね。ああ、だが今の俺ならああ、ターボ。なんでこうターボ八神はこうバトル手前になると顔不細工なんやろな。一回引きます。硬いのは見えてるから、ここであえて三角は使わないよ。まだ残しとかないとヒートになった時がまずい。でアイテムないから下側に追いやりたい。ああ、なったね。言うてる間になったわ。危ない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 。ちょっとなんか出た時間差で出た。時間差で三角出たわ。自転車拾いに行くわ。あー、ちょっとやめて。お、減るね。ここ追い打ちかけるところ。一発重たかった。プーブープーブー、うるさいな車。腕上げたじゃねえかターボ。バカ言え。殴られるまでもね、目なら最初から覚めてら。分かってんのか。分かってんのか。なんでそんなぶっさいくな顔してんねやばいって。ターボ、その辺しとけ。用心棒の仕事に支障が出る。足立、このまま行くのは筋が通らねえようだ。分かってないんか。でもどうしても俺を行かせたくないらしい。俺を連れて行きたいってなら、今ここでお前自身の潔白を証明してもらわなきゃならない。俺を信じられるなら
そんなもん必要ないじゃねえか。いや、そうでもねえさ。俺自身お前の言ってることややってることに腑に落ちねえことが多いと感じながらもやってたわけね。何度も飲んでる気づきもする。お前の後ろぐらい部分ターボに教えられるまでもね、足立は変わっちまったのかって思ってたの。え、この目で確かめるつもりだったんだよ、足立が本当に変わっちまったのかどうかをな。だから用心棒の仕事も引き受けた。近くで見てりゃ分かるはずだから。それでこいつが間違いを犯しそうになったらぶん殴ってでも止めてやるつもりでいた。そうすれば目が覚める、そう思ってたんだが、だから言ったらこれは俺の問題だって。おう、で足立どうなんだ。ターボの聞いた話が間違いだって納得のいく説明をできるのか。そうかい、そうかい。おい足立、カイト、てめえのそういうおせっかいなところ昔から感じ触るんだよ。これバトルか。バトルやな。バタフライナイフ。ああ。お。やりましょう。回答。構成させましょう。かかってこい。まあ後ろに走って自転車を取りましょうね。自転車使います。はい、自転車強い。はい、自転車強い。マジこの辺りをどっかやる。で振ってきたところをカイトさんが全部殴ってくれる。カイトさんが掴んでくる。あ、ちょ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 、カイトさん、はい、ここ、あ、くそ、あ、いただきます。あ、最後はいただきます。いいとこ取っていくから、俺が。はい、構成。友達相棒を使ってきよるな。今のお前をこれ以上見たくね。なあ、よかったのか。それに相棒なら間に合ってるしな。ターボ、マネすんな、パクんなや。眠くなっちったよ。あ、ここに来て電話が来た。お、もしもし、イケメンから電話来たよ、マジで。梶平の件調べたよ。いいね。すぐ会えるかな。恋女房か。恋女房って釣り堀屋はわかる？わかるけど、あそこそんなに有名なのか。知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。
いやー、杉浦もいいんやで、もちろんな。でもこの海藤さんのこのツンデレ具合、ツンデレっていうかなの感じもいいからさ、この海藤と杉浦のこのツートップ。クイズに正解、難しいこと言いやすな。チャレンジは1回1000円挑戦してみようじゃないか。おお、では早速第1問目です。内臓の、あ、こういう部位とか分からへん。内臓の部位で白とはどの部位を指してるでしょうか。白知らんがな、そんな。え、腸系ではなさそうやけどな。肝臓腎臓っぽくない？え、何？でもこれ間違えても、えい、残念。正解は、もう一回やろう。お、知らんもん、そんな V とか言われても。同じ問題来た。金払えば何もでもできると。腸なんか、腸ってなんか、分からへん、そんな考えたところで分からへんねんて。知らんやん、もう4分の1やん多分。はい、次少々。お、当たった、やった、当たった。3回目にして当たった。次行こう。ガツ心臓じゃない、これは。大腸は多分ちゃうな。肝臓って食べんのかな。いお、ほら、知ってた。カルビとはどの部位の、テール、ヒレ、イチボトモバラ、聞いたことない。トモバラって何。トモバラってカルビどの部位って言われて、テール。いや、俺そういうの全然分からへん。ちょっと、もう、お、小腸やったな。小腸、いい、共腹にしようか。当たったよ。はい、いや余裕やわ。幻のカルビ食べれるぞ。うわ、焼肉食いて。一気に全回復した。防ぐつもりやったのに。ってことで、1時間ぐらい経ったんで、とりあえずここでチャプター6かな、これチャプター6の前半
ここで終わりたいと思います。次回チャプター6の2で恋女房を迎えたいと思います。ということでお疲れ様でした。